行けばいいんだって。高まったことがいたからまる思いが落ちてゆく。君の夢まだあるんだって。瞳に明るく散らばり舞う星座。知らぬ大地に足跡つける。宙に焦がれ震えた命。何を求め記憶の縁を抱きしめて傷ついておくのか。でもため息は消える。風に変わる。ほら初めての音が鳴って聞こえる。天空の下君を探す信仰の意味。違いがあった。信じたい信じられなくて。だけど向かえば明日が待っている。最果てと故郷を描く希望を涙に似て。私たちの祈り声に輝きたどり着ける。夢の結晶へ私が癒します。綺麗。大地の力よ、私たちを癒して。花よ、光よ。新しい場所、新しい出会い、これこそ旅の醍醐味だね。私だってやってみせる。これで終わりだよ。背に伸びて
ここで会えたのも何かの縁だ。お前の夢、俺にも手伝わせてくれ。逃がしはしない。これが俺の全力だ。受け取れ。
あたり全部お見せって、ほんとすごい。菓子屋とかもあるのかな。本屋もあるよね。錬金術の本あるかな。ねえすなちゃん、おのぼりさん丸出しだよ。だってだって、見て見て、おっきな階段。確かあの階段は王宮につながってるんだよ。本で見たんだ。後で行ってみようよ。うん。って観光してる場合じゃない。師匠から出された課題。すみません、シェリステラ先輩。つい。いえいえ、気持ちはわかります。私もこんな大きな町初めて見ましたから。そういえばちゃんと聞いてませんでしたが、座敷屋さんの課題ってどんなものなんですか。それはレイレスナ、一人前の錬金術師ってどんな錬金術師だと思う。何でも調合できること、多くの人を助けられること。確かに何でも調合できて、いろんな人を助けられたら、それは立派なことだと思う。でもそれよりもまずね、一人前になるためにできなきゃいけないことがあるの。それは錬金術でお金を稼いで生きていけるようになることよ。ですな、私の弟子になってから8年、そろそろあなたも一人前になる時よ。この課題を達成して、私の弟子から見習い錬金術師から卒業しなさい。ということで、師匠の力を借りずにオートで錬金術の仕事をこなしていくこと、それが師匠の課題です。それなら仕事をする場所を探した方がいいですね。きっと仲介してくれるところがあるはずです。手分けして探しましょう。城で仕事をもらえたりはしないよね。君、残念ながら一般人はお城には入れないよ。どちら様でしょうか。名乗るほどのものではないよ。君観光客かい。今はそうなんですけど、もともとはオートでお仕事をするつもりで来ていて。出稼ぎってこと？お金のため。もうそうなんですけど、もっとたくさんの人の役に立ちたいと思って。実は私錬金術師なんです。まだ見習いですけど。錬金術師。ああ、とにかくオートでお仕事をして人の役に立ちたいんです。そうか、いい夢だと思うよ。ところで錬金術師さんは一体どんな仕事をしてるんだい。実は仕事は探しているところでして。それなら階段下の広場にある星の眉というカフェに行ってみるといい。カフェ、接客ですか。すみません、私接客はちょっと自信がないです。違う、カフェで働けってことじゃない。君面白いな。それじゃあどういう。そこでは仕事の斡旋をしているんだ。物資の納品、魔物の討伐、他にもいろいろ。そこに行けば君に合った仕事が見つかるかもしれない。そうなんですね。ご親切に教えていただいてありがとうございます。どういたしまして。お仕事頑張って。顔はよく見えなかったけど親切な人だったな。
カフェのことみんなに伝えなくちゃ。イザナちゃん、シャリステラ先輩。その顔、もしかして仕事をもらえる場所が分かりました？はい、親切な方が教えてくれました。この広場のあたりに仕事を紹介してくれるカフェがあるそうなんです。あれじゃないかな、星の眉って書いてあるよ。入ってみましょうか。お腹も空きましたしね。いらっしゃいませ。レスナ？レスナもアートに来てたの？はい、またお会いできて嬉しいです。ライザって偶然会ったって話してた錬金術師の？すごい、星の導きとハンマーの輝きに感謝だね。あ、もしかしてライザ先輩もここにお仕事を探しに？ああ、それはちょっと違うかな。私ここで働いてるんだよね、店員としてさ。ロロナ、料理できてるぞ。あっちの席に運んでくれ。うわ、待って待って、ロロナ先輩も？ってことは、つまりここは錬金術師カフェってこと？ふっくり。それどんなカフェですか？まあ詳しい話は後でしよっか。とりあえず適当に空いてる席に座ってよ。なるほど、お前がロロナが言ってた錬金術師か。俺はイクセルってんだ、よろしくな。はい、よろしくお願いします。もしかしてイクセル君も錬金術師？いや、俺はただの料理人、見習いだよ。たまたまこのカフェを見つけて働かせてもらってる。ここでイクセ君を見かけた時はびっくりしたよ。こいつを一人で放っておくのも心配だから、会った時に一緒に働かないかって誘ったんだ。なるほど、そんな事情があったんですね。それにしてもまさかレスナちゃんともまた会えるなんて。オートに向かってたんだね。はい、錬金術についてもっと勉強するためにオートに行くのがずっと夢で、その上先輩方とこうしてまた会うことができて感無量です。そう言われると照れちゃうな。しかしロロナが先輩ね。似合わね。わあ、またバカにして。仲がいいんですね。そういえばライザ先輩も異邦人だったんですね。うん、友達も一緒に来ちゃっててさ、今はちょっと別行動してるんだけど。そうだったんですね。先輩もここでお料理を？ううん、料理は二人にお任せ。私は給仕とか、あとは依頼の受付とか。依頼？そうだ、ここでお仕事を受けられるって聞いてきたんでした。そうだったんだ。あ、それならほら、あそこのカウンターで。いろんな仕事の依頼が来てるからね、良さそうなやつ探してあげるよ。ありがとうございます。そうだな、初めての依頼だったらこんなのはどう？王都近郊の魔物退治ですか？定番の依頼の一つだね。王都の安全を保つために定期的に依頼が来るんだ。
そんなに強力な魔物が出ることもないし、まずはこの依頼で感覚をつかんでみるのがいいと思うよ。わかりました。全力で頑張ります。よーし、今こそハンマーの出番。最強だってところ見せちゃうもんね。頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。いつもより調子よし。カモン。私が守ります。よし、いけ。これでは力が。はい、秘伝の技見せてあげます。ちょっと調子悪しかも。よし、巨大投擲大粉砕、攻撃到来。これでは力が。はい、秘伝の技見せてあげます。今です。いつもより調子よし。よし、私の力総動員。すごいです。一族の力解放します。秘伝の技見せてあげます。準備完了。いつもより調子よし。カモン。今すべきことは、いざ自信作。ちょっと調子悪しかも。戦うのってやっぱり緊張する。夢への道切り開く。やりましたね。わお。行きます。秘伝の技見せてあげます。私の番来た。私の力総動員。すごいです。皆さんお疲れ様です。準備だね。ああ、分かった。一生懸命頑張ります。これで始めて大丈夫か？準備はいいか？はい。はっ。よし、大きさはこのくらいか。じゃあ、行きます。
よし、できたな。僕でよければ力になります。お手伝いいたします。素材の特性を引き出そう。始めていいでしょうか。さあ行きましょう。了解。えいえい。はあ、このくらいかな。それじゃあ仕上げといきましょう。
しくね。
疲れ様。どう？依頼を受けてみた感想は？お仕事だって考えると緊張しました。でもこれが誰かの役に立つんだって考えるとなんだか嬉しいです。ならよかった。その気持ちを大切にね。改めて星の眉へようこそ。ここでの依頼の受け方について説明するよ。よっ、依頼を受けるならこっちだぜ。錬金術が活かせる依頼って結構あるんだよね。さて次の新作はどうするかな。ははー、いい匂いがするな。ちょっとお腹空いてきたかも。こんなところかな。わからないことがあったら何でも聞いて。なるほど、何から何までありがとうございます。そしたら次の依頼は自分で選んでみて。あ、わかりました。怪我しないようにね。レシナさん、怪我をしたら言ってくださいね。優しいアーシャ先輩、感謝します。油断しないようにね。今すべきこと、よし、夢への道切り開く。私の番だね。私の番です。私が出ます。秘伝の技見せてあげます。今です。頑張っちゃうよ。すごそうだね。油断しないようにね。輝け。転ばせたら。用意できてるよ。今ならきっと。ちょっと怖い。今すべきことは。ちょっと困ったな。お願い、傷を癒して。ありがとう。時は今。行きましょう。戦うのってやっぱり。よし、私の力相当いい。覚悟してね。やる気満々だよ。本気でいきます。輝け。うまくいったね。バッチリ頑張るよ。気をつけないと。思いっきりいくよ。やりましたね。本気でいきます。私には守りたいものがあるんです。だから邪魔しないで。皆さんお疲れ様でした。ああ、いい匂いがするな。ちょっとお腹空いてきたかも。
錬金術が活かせる依頼って結構あるんだよね。怪我しないようにね。今こそ苛烈なる灼炎を解き放つ時。ごくり、フィリス先輩、ついにあれを。行くよ。私の力、総動員。私の番だね。任せて。うん、しょ。チャンスだね。私の番です。はい、秘伝の技見せてあげます。すごい、今のうちに。私の番だね。私が守ります。パパッと行くよ。どうしましょう。準備できてるよ。思いっきり行くよ。皆さん、しないように。準備はいいですか。一緒に行けるよ。今すべきことは本気で行きます。いっけ。私の番だね。戦うのって、やっぱり緊張する。行きましょう。任せて。トゥー。やったね。ちょっと調子悪しかも。私の力、総動員。すごいね。皆さん、お疲れ様です。定期的に来る依頼を扱ってるよ。怪我しないようにね。頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。集中集中大集中。行きましょう。巨大投擲大粉砕。私の番だね。どうしましょう。強そうだね。用意できてるよ。お願い、傷を癒して。
ました。わ、私の番だね。今すべきことは前に出るよ。輝け。さすがだね。手加減なしです。はい、秘伝の技見せてあげます。覚悟したね。ちょっと怖い。集中集中大集中。どうしましょう。行くよ。私の力相当いい。さすがだね。目が回る。輝け。やるね。ふう、危なかった。偉大な先輩方にはまだまだ遠いな。いい報告、期待してるぜ。今こそ苛烈なる灼炎を解き放つ時。ごくり、フィリス先輩、ついにあれを。わお。私の番来た。よし、巨大投擲大粉砕。頑張っちゃうよ。どうしましょう。行きます。そうね。私の番です。私が出ます。秘伝の技見せてあげます。次はどうすれば。頑張っちゃうよ。輝け。やりましたね。行きましょう。思いっきり行くよ。隙ができました。フラフラする。気をつけないと。大地の活力をみんなに。ありがとう。ちょっと調子悪しかも。巨大投擲大粉砕。すごいね。本気で行きます。私には守りたいものがあるんです。だから邪魔しないで。今です。目が回る。気をつけないと。輝け。これなら来た。フラフラする。行きます。これなら来た。時は今。私が守ります。夢への道切り開く。力を合わせよう。こんな時に。私が前に。邪魔しないで。
私が力になるよ。手加減なしです。私が出ます。守り神よ、私たちの元へ。うまくいったね。私たちの勝ちです。見るといいわ。これで大爆発よ。